続していくことが僕は大事だと思うので、でこの町に100件作る、自分たち農家だけだったら絶対にやらないんだろうイベントの一つじゃないかな、バイナリーより僕は農業ですね、農業の大変さ、うん、もう作ってる側も嫌になるようなブドウだったんですよね。だ日本ワインは1000円より高かったら高い、1200円で高いって言われてるんですよ、今ほど ね、うん、国産ワインがやっぱり売れない、うん、時代を知ってる人が、ね、今そういうワイン作ってるってことはすごく大事なことだと思うんですよね、うんうん、新しい食の形を考える一皿ジャーナル、前編に引き続き後編も北海道余市を舞台にワイン用ブドウを栽培されている木村農園の木村浩二さん、ブドウの栽培からワインの出荷まで一貫して行っているドメーヌ貴彦の曽我貴彦さん、余市に魅せられ余市に移住してきてオーベルジュを営まれている村井宏太さんをゲストにお呼びし、引き続きお話をお伺いしていきます。曽我さんのワインなんて飲めないですもんね。もうちょっと需要と供給が追いついてない、ヴィンテージもうちょっと寝かしたいけども追いつかない、すごいですね、ありがたいことだと思うんですけど、はい、例えばそのもっと増やしていくとか何かお考えあるんですか。自分はじゃあやらなきゃいけないのは、うん、やっぱこの町の人を増やす、うん、要するに僕たちが入れる余地があるっていうのは、うん、継ぐ人がいないから入れちゃう、うん、そうですね、だから俺たちが入れないような町を作んなきゃいけない、うん、あるよってなるとやっぱ自分の考え方としてはでかくなるよりはちっちゃくて、うん、1軒、うん、本来1軒で済む、ね、で大手くれば1軒なんだけど、うん、いやいやうちら大手の100分の1の量でしっかりと利益出して楽しい世界を作って、うん、でこの町に100軒を作ろう、うんうん、目張りの言葉で言うとサステナブルってことですね、まあ、そうですね、次につながっていくってことですね、はい、で、まあ余市はそういった意味でなんか今一般的にはそのワインの町みたいなことで多分流通してると思うんですけど、今現状の問題点としてどういうものがありますか。まあ、僕がよく言うのは、うん、この町は原料生産の町なんですよ、はい、うん、例えば町のうちの町長に、うん、ワインのことに関してこの町を活気づけるためにちょっと何かしてくださいよ、うん、お金がないと、やはりお金はない大きな理由っていうと、うん、要するに大きな産業がない、やっぱ農業も一つの産業なんですけど、うん、やっぱワイン原料っていうのも先ほど言ったように100円台、今ようやくす値段もね倍ぐらいになってきた、うん、といってもワインにすれば、うん、ちょっと錬金術じゃないけど、うん、やっぱこの町でのまた収入が上がる、うんうん、この町でワインの生産量、やっぱ原料が本来100あるものを、うん、今は正直この町でワインになったのは5ぐらいかな、あ、まだそんなレベルです、うん、5もあるかな、5もないかな、まだそんなレベル、100分の、そうです、100分の5も多分ないと思うんですよ、だからこれを、まあ、100にする必要性はないとしても、うん、まあ、50ぐらいには持ってきて、あと10倍ぐらいは、うん、でもそうすればこの町はもっと潤うし、うん、変化すると思っているんですけど、うん、まあ、それには急激に変化すると、うん、やっぱり今契約してる、うん、やっぱ木村さんも含めて支えてくれた企業が正直大変なことになってしまうので、だから緩やかでもいい、あとは企業に来てくれって、要するに来てほしい、いや僕は来てほしい、だからそれでもいいと思う、やっぱこの町で作るとやっぱ全然原料じゃなくてこれ製品にもなって、それを買いに来る余市のワインになるので、ね、他の県に行ってしまえば余市のワインではなくて国産ワインっていう名前にしかならないので、やはりこの町に来てもらってもいい、できれば今、いろんなところに出してる、本田さんのワイナリーさんにも来てもらう、いや来ないと反乱起こすぞとワイナリー作っちゃうぞっていうぐらいな雰囲気を、まあ、僕は作っていきたい。でも農家目線でいうと今の曽我さんの考えってどう？いやいいと思ってる、町内のね、うん、原料出荷ができれば、まあ、輸送コストもね抑えれる分逆にこっちにバックが大きくなるんじゃないだろうかって考えもあるけども、まあ俺の代はちょっと無理かなでそこまでのやっぱりアプローチがすごく大事だと思うね、まあ、どうやってそのここで今までのつながりもある中で曽我さんも言ったことから、うん、どうやってじゃあそこに移行していくのかっていう、ただ僕はもう木村さんのお子さん、そう俺の代まではまだその、はい、ね、
ブドウを買ってくれた、うん、だから契約だから、はい、契約期間終わったらはい終わり、じゃあ次あっち出しますって簡単にはいかない思いが、ね、うん、でも北海道は本当に優しい、うん、つながりを大切にするか、そう、つながりを大切にし、あの近さを優先するか、まあ、大きいからだから、それは僕の中でももう今あまり急激な変化をさせちゃいけない、うん、もう緩やかに行こう、うん、なんかやっぱり村井さんの影響かわかんないですけど、レストランやる人も増えてるような気がするんですけど、うん、その辺なんか、はい、お感じになること、ワインを飲んで食事となるとすごく限られてます、うん、だからなんか、うん、ただあのお声掛けっていうか、僕から来ないっていう、うん、料理人が来たら、うん、これから独立しようとする人で、うん、あ、なんかすごい話して面白いなって人は、うん、来ないかって結構積極的に声かけて、そしたらやっぱりもっと違う側面から僕も余地を伝えられると思うの で、僕はちょっとさっきの企業に対して僕、まあ、どの企業かによるのはすごく大事なんですけど、お金に物言わせて入ってくるのはちょっと僕はシャットアウトしたい、なるほど、結局儲からなくなったらいなくなるじゃないですか、まあ、そうですね、それはやっぱり思いやってくる人は街を、それこそサスティナブルですよ、あの持続していくことが僕は大事だと思うので、やっぱりこの土地を好きでこういう人たちと関わりたくて、儲かるからじゃなくて思いがあってくる人が、あのそれこそ100軒のレストランになるんだったら、そういう人が来るべきだと、例えばニセコみたいにね、その外資がバーンって来て、まあリゾートホテルかなんか可能性もありますよね、はい、ニセコとくっつんで違うので、ニセコ町はすごく雰囲気もまた穏やかというか、くっちゃんはもうちょっとこう、まあ、急に来ましたね、急に来ましたね、そこにボーン、森があってボーンってなくて、やっぱり北海道らしさって何なのかなって僕すごく大事だと思うんですよ、そのそこらしいっていうか、いきなりそのリゾートはもちろんそういうのがあっていいと思います、だからペンションとかの良さもあるから、いろんなそのニセコくっちゃんの楽しみ方ができるからあっていいと思うんですけど、リゾートだけになってしまうとまたそれはどうなんだろう、まあ、有名なホテルが来てね、北海道がそういうブランドになるっていうことはすごくいいことだと思いますし、否定しないけど、もうちょっとやっぱり長く続けて北海道らしさっていうところがなくなっていくんだったら、それは違うのかな、個性が失われることに対してやっぱり非常に嫌ですね、はい、そういうそのクイックにいろんなことをやってしまうと、ただやっぱりあの昔に比べてその千歳空港降りて高速で今もう余市までバーンと来るじゃないですか、はい、ですで後ろにニセコとか控えててね、はい、で今度は新幹線が来るじゃないですか、こう、はい、何年か先に、そうするとすごいですよね、この辺多分なんかえらいことになりませんかねっていうのは、まあ、ちょっとどう街が変わっちゃうんだろうと思ったりとかしちゃうんですけど、ただ宿泊場所は欲しいってよく言われますよね、僕たちはワインなのでこの街で、まあ、食事を楽しむにも、まあ、いろんな楽しみ方の人がいて、本当にビジネスホテルみたいなものでね、安く済まして、前さんとこのような、やっぱ美味しい料理をもうそこに奮発してワインも奮発してっていうことを求めるお客さんもいるので、いろんな形態が入ってきてもまあいいんじゃないか、ただ自分たちの個性っていうのをしっかりとアピールする、夜市って面白いよ、いろんな人来てで来てまた化学反応して、まああのお金に物を言う方々も来るだろうし、まあ情熱を持った方々も来るだろうし、またそこら辺でこうね化学反応を起こしながら、で今までじゃそういう世界を知らなかった人たちもまたいろんなことを、例えば農家さんっていうのは多分農家だけやってるとあまりね不思議なお客さんと会うこともないし、不思議な村井さんと会うこともないし、まあ今度はラフェットっていうことのお祭りも間もなく、はい、あれもすごく農家さん的には刺激的なイベントじゃないですかね。そうですね、あの多分自分たち農家だけだったら絶対にやらないだろうイベントの一つじゃないかな、うん、どういうイベントなんですか。うちの場合は出荷してる先のワインを扱うんですけども、まあ、この辺を皆さん歩いてもらって、うん、僕が来た時ワイナリーが数軒しかなくて、うん、でワインのイベントってもうワイナリーないのにワインのイベントできない、ここは農家の町なんで、じゃあ農家さんを契約してるワイナリーがあるんで、うんうん、畑でテント出してワイン出すと、うん、みんな雄弁出して、ね、また日本中の不思議なお客さんたちがたくさん来てくれて、うん、もう神様のように皆さんね、うん、なんかね、あ、木村さんですかっていう形でやっぱモチベーションも上がるし、であとはどういう人たちが最後に自分たちのブドウがワインになって飲んでるかっていうことをね、うん、
今までとなかなか感じられないけど本当になんかフレンドリーに感じることができて、うん、自分はその変化を求めたくてちょっと実は一番最初企画して、うん、多分その頃ちょっともしかしたら木村さんがワインやろうかなって思ってくれたんじゃない、うん、思った頃だったのかなそうかそうか、あのサラリーマンやってて、まあ、定年してあれ脱サラしてワイナリーやりたいんですよねっていうのをよく聞くんですけど、うん、そういった方々に対して何かメッセージみたいなのあったら、そうこれ最後で何いい、ね、かありますか。まず農業、農業、ね、ワイナリーより僕は農業ですよね。農業の大変さ、ブドウを作れるようになってからワインに手を出したらどうですかっていつも思います。ブドウ買ってやるじゃないですか。それはいいと思います。まあ、最近僕もそれは、ね、もうそれも一つの方法なんじゃないかな。別に、まあ、めちゃくちゃプロになるわけじゃないじゃないですか、うん、そういった方々ってやっぱり定年して自分時間いっぱいあって、はいはい、なんかこうやってみたいと。ただ、うん、実はそんな優しい世の中ではなくて、ないと、はい、原料は手に入りません。手に入りません。まずね、スタートするときは買いたいんだけど買えない。だから今若い子たちがワインで研修して畑を持つ、やっぱり最初の実がなる4年間5年間がどうお金をやりくりするか、それもすごい難しいですよね。だから4年5年経ったら買わなくなっていくのに、その途中だけ過ごさせてもらう 4,5 年だけ売ってくれっていうのも都合のいい話になってしまうじゃないですか、農家さんにしたら。だからでもそこは本当に永遠の課題で、お互いに支え合っていかないべきだとは思うけど、その方法論をうまく構築していくことで100軒のワイナリーになっていくのかなっていう思います、ね。そうですね。まあどん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 ね、新しく入ってきて、あなたとしたらもう自分のブドウあるんだったら、じゃあこっち次、ね、次次って回せるんであれば、まあね、きっとやる人も増えると思います。